ダート競争の体系整備に伴い、クラシック路線だけでなく短距離路線にもメスが入った。昨年まではジュニーだった先玉杯が今年からジュニーへと生まれ変わる。コーナー4つの裏輪コースを舞台に行われるだけあって、スピードだけでなく立ち回りの上手さも非常に重要になってくる。逃げ、先行勢が強いコースで前半の位置取りは重要なポイントだ。 極端に後ろからだと相当な脚力がない限り、追い込みきれないコースとも言える。今年は JRA から5頭、迎え撃つ地方勢7頭のフルゲート12頭が参戦。JRA の対象格は何と言ってもレモンポップ、オスロク、田中博。昨年はフェブラリー S、南部杯、チャンピオンズシート G19 を参照し、JRA 最優秀ダートホースに輝いた。 これまでダート1400メートルは520と未だ崩れ知らず。前で流れに乗れてもう一伸びできる客室からは初の浦和にも対応できそうだ。今年初戦の G1 サウジ C こそ12着に惨敗したが、その後はここを目標に順調な仕上がり。昨年のダート王として実績面では1枚抜けている存在で、結果と内容が求められる一戦となる。 シャマル、オス、ロク、松下、は今年の柏記念を逃げ切り、安状のカわすともどもジュニー初制覇を達成。昨年の当レースでは右格子派行で無念の競争中止に。苦い経験を糧に実力をつけてきた。完成期に入った上に、実績のある舞台ならレモンポップ相手でも対等に戦えてもいいはず。再びコンビ一体となりビッグタイトル連勝なるか。 昨年の悔しさを晴らしたい。小豪タガノビューティー、オスナナ、西園ただし、は柏記念で2年連続2着に抗争。その前奏は前残りの展開の中から指してきた。どんな舞台でも姉妹の足は堅実で、その破壊力は無視できない。同馬屋のアンデス・ビエントが12日のジュニー関東オークスで圧勝したのは記憶に新しいところ。 旧社の勢いも味方に頂点取りを目指す。サンライズホーク、戦後、牧浦、は、サマーチャンピオン、兵庫ゴールドトロフィー、柿椿記念とジュニーのダートグレードを3連勝。前走の黒船賞は一番人気を裏切り11着と惨敗したように気難しさがあり、本来村のあるタイプ。ジュニーは初参戦となるが、本気で走れば強敵相手にも通用していい。 相棒エムデムーロのエスコート次第では一発の可能性も十分だ。